ちょっと告知というか、みんな知ってんのかな？何ですか？プレゼントキャンペーンのこと。これ欲しい人いるんですか？うちの神さんの友達が欲しいって言ってたぞ。いや、そういうローカルな話じゃなくて。何かよ。もうちょい今風のアイディアなかったんですか？発注しちゃったんだからしょうがねえじゃん。しちゃったんだ。ダメだこりゃ。素朴な疑問があるんですけど。なんだい？レースの最後の方で鐘鳴らすじゃないですか。鐘？ああ、ジャンのことな。それまで流して走ってるじゃないですか。ほら。あれなんか意味あんすか？初心者らしい、いい質問だ。おっと、腹立つ。君たち、競輪って一レース何メートル走るか知ってるかい？いきなり言われてもね。約2000メートル。2キロ。池袋から高田の馬場の手前ぐらい。なんすか、その分かりづらい例え。他になかったんすか？それ持たないわ、全力じゃ。そりゃそうっすな。そもそも戦闘誘導員が離脱するまでは追い抜いちゃダメだしな。じゃあ距離を短くすればっていう発想は？そうそうじゃないんだよ。あの前半の周回中に、選手はいろいろ戦略を練ってる。そしてお客さんは声援を送る。ヤジとは違うのね。これが競輪の醍醐味なんじゃないかね。キャットもなんかちょっと分かってきましたね。まあな。やっとした。もう3番で鉄板だろ。鉄の板のことではない。この場合、3番車が確実に来るということ。鉄板ネタ、鉄板ギャグなど、最近では一般的にも使われるが、もともとはギャンブル用語だ。